皆さんおはようございます。広島瀬戸内新聞ニュース、6月2日でございますけれどもね。非正規公務員問題についてね、団体、一つの団体はね、クラウドファンディング、募集をしております。そしてまた、もう一つの団体はアンケートをね、しております。ぜひね、皆さんね、両方ね、ちょっと別々の団体ですけどもね、ご協力をね、お願い申し上げます。非正規公務員の問題の解決へ向けて、本当にね、ご協力をね、お願いしたいと思っております。まあ本当ね、83万人ね、非正規公務員いらっしゃいます。まあ市民のためにね、懸命にね、専門性の高い仕事をね、されてるんですけれどもね、正規公務員みたいなね、公務員法の手厚い、ね、保護もない。一方でね、労働契約法みたいにね、民間のね、非正規の労働者に対するね、保護も適用されない。結局ね、だからその1年ごとにね、雇用されて、ね、常に雇いのね、年収200万以下という人がほとんどという状況。本当ね、問題をね、解決するということでね、もっと高いね、支援というかね、行政サービスということがね、できるというふうに思います。もう本当ね、人々のね、悩みね、本当にね、市民、国民のね、悩みとかね、困りごととかね、年々ね、もう複雑化してきていますよね。うん。少子化ね、高齢化ね、またいろんな問題ね、出てきますね。そういう中でね、複雑化する中でね、やっぱりこの、今まで正規公務員はね、切りまくってきた時代があってね、それをね、非正規公務員で埋めてきた。だけどもね、もう専門性の高い仕事ほどね、給料が安くなっているというね、もうね、逆転現象。これをね、やっぱりね、なんとかしていかないかんと、思いますね。ただね、そういうね、問題解決はやっぱり当事者がね、やっぱり声を上げていかなければいけないんですけどもね、うん。これまでもね、いろんなね、活動ね、されてきました。ただね、給料安い方が多いんでね、やっぱりね、限界があるということでね、みんなでね、応援してくださいということでね、お願いがね、されているところです。まあ、ほんとね、安く使い捨てにするということをね、やめさせる。またね、特に女性の方が多すぎると、多くてね、雇い止めされているという問題。ね。ね。そういうことをね、可能性がね、あります。ね。ね。だからね、しかもね、意見を言っただけでもね、非正規のくせに生意気だとかね、雇い止めになるということもあるからね。市民のサービスの向上意見できないと。で、会社もできないと。言うしね。だから結局ね、あとはね、ハラスメントの問題もね、あるということでね。それらはね、やっぱりね、ぜひね、改善するということでね、私もね、本当ね、政治活動の原点、もうね、進めていきたいというふうにね、思います。非正規公務員の問題はね、私もね、広島県庁職員時代からずっとね、取り組んできた、政治課題でね、ありますんでね、ぜひね、よろしくね、お願い申し上げます。そしてね、ハムネットさん、公務ね、非正規ね、女性全国ネット、これまた別団体ではありますけど、ここもね、2021年、3年前に発足してね、ここもね、アンケートをね、実施したりしております。まあ、こっちの方がメジャーな団体ですけど、ね、ある意味で、ね、うん。まあ、ほんとね、アンケートやっておりますんでね、ぜひね、皆さんね、今年もね、ぜひね、ご協力をね、いただければと、申し上げてございます。国やね、機関に実際働いていた方もね、ぜひね、アンケートをね、ご協力して実態を把握していくということが大事です。まあね、別々の団体ですけども、いろんな団体がやっぱり、ね、声を上げていくと。いろんなやり方が、アプローチがあると思うんですよ。ね、やっぱりいろんなアプローチがあると思うんでね。うん。まあ、どっちかっていうとね、非正規公務員ボイスさんの方はね、うん、やっぱりハラスメントの問題ね、かなりね、重点をね、置かれてると思いますんでね。うん。まあ一方ね、ハムネットさんはハムネットさんでね、それなりのね、いろんなね、
かなり、大きい組織でね、やってると。まあでもどっちもね、大事です。とにかくね、お互い、頑張って参りましょう。それでは皆さん、最後までご協力ご清聴ありがとうございます。それではね、非正規公務員ボイセスさんのね、キャンプファイヤーのクラウドファンディング、ですね、当事者の声を上げる活動をね、応援して、ください。それからね、毎年やられてるね、ハムネットさんのアンケート、これもね、今年もね、ぜひね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、失礼いたします。ありがとうございました。